高海道大王は、大韓民国海軍の駆逐艦。高海道大王級駆逐艦の一番艦。艦名は、19代航空利用の交代王に由来する。高海道大王は、KDXI に基づく3200トン級駆逐艦として、大宇宙工業玉保造船所で建造され、1996年10月27日、浸水、1998年7月24日に、 収益した。1996年10月27日、大宇重工業玉保造船所に挙行された、浸水式は、金ヨンサム大統領や金宇宙、大武グループ会長らが臨席のもと実施された。2006年、リムパック2006に参加。2018年12月20日、海上自衛隊第4航空軍に所属する P-1 小戒機へ、 各機管制レーダーを照射したことを翌21日防衛省が発表した。韓国国防部はこれを否定したが、25日に防衛省は各機管制レーダーの照射を確認したことを改めて発表した。また、P-1 からの通信が微弱で海洋警察庁の官邸への通信と認識したとする韓国側の主張に反論する形で、 本館に対し国際 VHF と航空用の緊急周波数を持ち看板号を示して呼びかけを行ったことを明らかにした。ありがとうございます。